それでは20 6番の馬から解説していきますこのレース、他の馬は横一線で非常に難解なレースなんですが、この馬も連帯資格のある黄色線を上回る指数というのは前走、前前走、その前のと、クリアはしていますが、それほど大きく上回っているわけではないというのが1つあります。と、戦四ですが、戦四は的距離というふうに。 思われます、えーまあ金に層は先行もしていますし、えー、なかなか、えー、かつ条件は揃っているということになります、まあ、ただ一つこの馬金が仮なのですね、えー、ジグザグ型です、えー、指数の高い低いが交互にやってくるタイプということが言えますここもずっとジグザグですね えこれジグザグ型だとすると今回は下がるということになりますのでちょっとそこが不安かなというところですえ次対抗丸を打ったのは5番ですえ5番の馬ですが連帯四角の黄色線を実は上回ってるのはえこの3層前とちょっと前ここは何でしょうかえ浦和でのえだいぶ昔1年前の ところしかありません、えー、なのでちょっと頭は厳しいかなという気もしますが、えー、この馬、まあ、ある程度先行できれば、高、え、指、ー、数を叩き出します。まあ、今回、えー、それほど先行争いあ、えー、激しくならないと思われますので、えー、頭はないものの連帯なら可能かと思われます。 えー、次は黒四角、えー、9番になります,番の馬です、えー、この馬は連帯四角を上回っているというのは船橋での2走と、えー、今回浦和同距離の 1400m でも、えー、46という格子数を出しています、えー、なのでこの浦和専用というのはこの馬にとっては、えー、相性のいいコースだということが言えます えこの時と同じだけ走れば、えー、勝ち負けまでです。まあ、ただし、えー、このままですね、先行できればなかなか高い指数が出せるんですが、まあ、出遅れた場合はちょっと指数が落ちる傾向があります。それでは先行力分析を見ておきましょう。先行力指標でそうトします。えー先行力 4番、えー、白四角打った馬、まあえー。これは逃げ馬で先行力一番あるということで、まあ、これ、あのー、しっかり逃げれればです、ね、十分、えー、頭まであるかなというところで押さえておく必要があると思います。その他の馬見ていきますと。 先ほど挙げました4番白三角ですけれどこれ金層は、えー、盆栽続いてますけれど1年前は大いで非常に高い指数出してましたので、えー、しっかり逃げれれば十分にチャンスありということです×、えー、は11番ここ金層はですね同じ線裏は線4で高指数出してますので、えー、これもチャンスありということになります 総括、えー、しますと2重丸打ちました6番、えー、この馬はですね皇后型なので今回ちょっと指数を落とす可能性が高いというリスクはあるものの、まあ、一番安定しているというところになると思います、えー、ちょっと印は×になってしまっていますが金、に相のこの高指数からいきますと、えー、11番の×この馬も、えー、連に絡む可能性が高いというふうに思われます。